急いだらできませんでした。急いでたらすごいね、すごい巻き巻きです。初めてこんなに巻きました。なんかすごいなんか久しぶり状態で何もわかんなくなってきてもう全部お任せにしたらこうなりました。メイクもほとんど違います。だからすごい新鮮な自分に出会いました。すごいよね、こんな巻き巻きになるとは思わなかった。絶対に久しぶりに見た人は誰ってなるとわかんないよね。え、わかんない。でもこれで結んでも可愛い。本当はあのリボンつけてた方の衣装で髪を上げようと迷ったんだよね。どうするって言われて、上げるって言われたけど、すごい上げるのはそんな、あでも結構いいかも結構いいかもしれない。上げるのはやったことないんだけど、公園とかでも。だからあまり大事な時に挑戦したくないなと思ってやめたんだけど、でも結構いいかも。でもあんまりポニーテールはそんなしない。学校の時もそんなにやんないかもしれない。公園で見たい。今日はすごい暑かった。福岡37、え、やばいね、もう40度いっちゃうよ。40度いったらもう外出たくないもん。多分家でも暑いと思う。そう、昨日すごいね、まつげもねこんな上がった。見えないけどね、ここにもキラキラがついてるんですよ。見えないけど、すごいね、可愛くしてもらいました。嬉しい。髪、そう、髪も伸びの、でもさ、こうやって巻いてたらさ、エクステって思っちゃうよね。なんか見慣れなさすぎて。毛量がすごいってなっちゃう。髪洗ったら元に戻っちゃうんだよね。悲しいな。
エクステじゃない、すごい伸びた。このスタイルめっちゃいいから、たまにやった、やりたいけどさ、なんかイベントとかがさ暑いんだよね、やっぱり髪下ろしてたりしたら。だからこういう踊らない仕事踊らない仕事というか、このランウェイとかそういう感じならいけるけど、公園もね暑いんだよね、すごく。でもやりたいけど、オーガスタはどうしよう。じっとしてるの幻想限定なんだよね。冬ならこう、でも冬ね、冬も暑いよ。熱気がすごいんだよね。高めついやまだですか。高めはすごい、ね、高めか。これホラー見た、ホラー見たよ。あの本当にあった怖い話でしょ。それね、途中まで見てたんだけど、途中であの夜、結構夜だったじゃん、夜までやってたじゃん。あ、できない自分で。あんまり本校はやばい、ぐちゃぐちゃやってた。本校はやってたじゃん。だから途中本当にいいところまでしか見えなかったんだけど、本当に一個ぐらいしか見えなかった。あのかまいたちさんのやつとか、あとあの未来が見えるやつはちゃんと見えた。しかもね、忘れてて、その本コアがあるの。だから一個目のお話のいいところを、いいところが終わるときにちょうど見始めたから、そう、またね TVer とかで見たいと思います。でもね、あの森奈々さんのやつは本当に見たかった。それのね、結構最初までしか見てなかったの。そう、福岡県の話だから、福岡だ、って思ったらちょっとね、見えなかったのね。絶対に見たい。なのでちょっとネタバレは密でお願いします。そう、でもね、友達と一緒に見てたんだけど、途中まで。そしたらもう一番怖かったって言ってて、そう、楽しみ。お祭り、お祭りね、お祭りっぽいのは行ったんだけど、あんま本格的に行ってない。浴衣とか着てないもん。着たいけど着てない。
みたい髪型、してみたい髪型。でもサイドポニーをしてみたい。そう、ハンちゃんのサイドポニーが本当に大好きなの。でも、でも自分でやったら多分似合わないから。違うよね、サイドポニーってどういうか。でも自分でやったら似合わない。ちょっと待って、ハンちゃんのあのいつだっけ、あのそうアイアライブの時のあのサイドポニーが可愛くって、今日もしてたよね。だから可愛かった。ハンちゃんは最近デコなししてるよね。あのこの前髪この半分あれ可愛いよね。でもね、似合わなさそうだから今とか。はんちゃん昨日の配信で ゆいな VS 七期生の話、七期生の話してた。え、そうなの。見たい、ゆいな VS 七期生。ちょっと調べます。見たいな、その話結構気になる。ゆいな戦った記憶ない。そう、はんちゃんからもね、あのツイートのあげた後に LINE が来て、かわいいって言われて嬉しい。はんちゃん壁、え、壁ちょっと誰か乗せてくれてるか気になる。七期生フォローしたらできないんですよね、あの個人なんかじゃないのでまだ。ちなみにクレユーナちゃんと石川美優ちゃんもあの公式の七期生アカでやってるらしいんですけど、そう、最初の時は4人だったからね。本当にみんなこう、あれ6期生がこう個人アカウントを作った時はそう、もともと4人の合同アカウントだったけど、順番にね消えてるというか、そう個人アカになってて1人だけだったんですけど、増えました仲間が。石屋根ちゃんのアータのトークが面白い。本当にね、一個本当に面白かったのがあって、あのどん個人アカが作られましたって書いてて、レイヤちゃんのポストで見たんだけど、順番見てたら、あやねちゃんがなんか中野みなみちゃんのなんだっけ、東西南北のツイートに北ですって返信してたのが本当に面白くって、なんか他の子も返信してたんだけど、みんな南とか書いてたんだけど、
定だけ北ですって書いてて面白かった。結構一人でずっと笑ってた。面白かった。それが本当にずっと面白くって、北ですって書いてて一人で。そう、石原ちゃんね面白い。でもいい意味で怖い。すごい。まだ7期生とお芝居できないんだけど、そんなに自分から話にはいかないんですけど、石原ちゃんが話しかけてくれて嬉しい。面白いよね。ちょっとは話したよ。さすがにね、ちょっとはお話ししたんですけど、ちょっとまだ。ゆいちゃんが先輩してるの見てみた。多分しばらくは訪れてこないです。ゆいちゃんとクレちゃんは仲良くなるのにだいぶ時間かかりそう。そう、なんか話してなかったっけ。一個本当に面白い話があって、話した気もするけどメールかで、なんかレッスン終わりかな、レッスン終わりにコンサートの、その時に廊下で、廊下はすごい6期生とか7期生がの荷物がめちゃくちゃあって、最初は6期生だけだったんだけど7期生が加入してからすごい多くなって人が、それで廊下で座ってソファーにで、いろんな人と話してたら6期生と、そしたらなんかで石井姉ちゃんがなんか急に呼ばれて行ったら、クレちゃんがなんかなんだっけ、お友達になりたいですって言われて、え？え？だよね。そう、なんか呼ばれてクレちゃんから話したいことがあるらしいです的なことを言われた気がする。言われてなんだろうと思ったら、お友達になりましょうって言われて面白かった。そう、普通に同い年なんですよ。そう、校舎裏のね。そう、でも本当に面白い。そう、結構似てるんだよね、クレちゃんと。もじもじだって一文字しか違わないんだよ。もじもじ同士で会話成り立つ。いや本当にもじもじ。いろいろ教えたい。ちょっとこっち来てくれ。本当に面白い。何でも使えるよね、それ。ちょっとこっち来て、なんとかしてくれって。あれが面白かった。あ、そう、それだ、こっち向いてくれだ。あっち向いてほいなやつ。
7期生のショールーム解禁を、やばいね、楽しみ。でも最初の頃は本当に、でも喋ってた方だとは思う。まだまだね、喋って、まあショールームは慣れてたからまだ喋れてた方だとは思うけど、楽しみね。姉ちゃんがこっち向いてくれのスクショ載せてたけど、あの画像めっちゃ使えると思った。だよね、面白い。なんかいろんな、なんだっけ、いろんなやつあるよね。サッカーのやつとか石のやつとか、あれ参加できるよね、石松だから参加できるよね、あれ。なんかストーンなんとか、石松だから加入させてほしい、文化祭のストーン。でも結構文化祭はすごいコンサートになります、もう断言できます。なりそうじゃなくてなります。なんかクレちゃんの画像ピン、そう本当にそれも面白かった。レアちゃんが引かないでって言ったじゃん。え？どこで？だから本当に見に来てほしい。本当にもう笑うところしかない。いい。そう、画質がね、なんか。ツイート見てって言ったら、石川美優ちゃん、石多いよね、なんか二人だけか。石川美優ちゃんの画像があったじゃん、壁下の。あ、綺麗だなと思ってクレちゃんの見たらすごい画質が悪くなってて面白かった。でも可愛い思います。ストーン組、そう、いぶき様のね、ストーン、石、お、すごい、石松、石川、石橋、そ、全部石だね。なんか石、松と井と川と橋。ストーン、かぶってないのがすごい。そうだよね。でもね、石松って名字の人ね、あんまり見たことないんだよね、女性なんか。ニーナが1月生まれやから7期生2人よりも先に行くし、え、そうなの？石川美優ちゃんって年下なの？え、ちょっと、石川美優ちゃんって何月？え、え、でも記憶によると12月だった気がするけど、
石川めいちゃんの方が上なはず。下？あ、だよね、12月生まれ。びっくりした、年下なのかと思って。え？だよね、ほとんどもうほぼ全員年上だから。ってことは同学年3人だね。うん、そう、そうだ。ツイッチって今 HK デファっていうのも、そう、一番多いんだよね。今回7期生で入ってきたのが中1が一番多い気がする。多いね。これゆうなちゃん、石神ちゃん、えうらゆくちゃん、そう、いじまにりあちゃんも、いじまにりあちゃん、あ、本当だ、5人だ。すごいね、嬉しい。一人だったからね、ちょっと寂しかったけど、すごい結構嬉しいです。すごいカルテットが増えました。中2って何人いたっけ。リュウとアヤネちゃん、そう、リュウとアヤネちゃんもかわいい。アヤネちゃん、長野ララちゃん、ララと、あと2人だけ年齢が分かんないんだよ。中1が一番多いんだよね、7期で。びっくり。そう、鶴川なしちゃん、3人か。3、8、11人多くない？ 11 人カルテットですね。多いね。11月生まれ5人いるの？すごいね。でもオーディション中に一番びっくりしたのが、あの奈々香ちゃん、なんか休憩時間、オーディションの休憩時間かなんかの時に、奈々香トイレに行こうとして
みんな行ってたから一緒に行こうかなって思って行こうとして、でその時にななかちゃんもいたんだけど、そう本当に人見知りすぎて誰が誰か分かんなくって、そうななかちゃんもいて、で急に隣に来て、えって思ったら、そうあの誕生日同じだよねって言われて、えってびっくりした。あ違う、オーディション中じゃない、お披露目の準備期間中だ。そうでずっとね、本当にここだけの秘密なんだけど、最初合宿中に合宿の時同じ部屋、同期生の同じ部屋だったのがななかちゃんと、あとあのゆなんとかさんが一緒だったので、その時に本当に一人でいるのは初めてだと思う、そうお母さんなしで。だからお母さんとね LINE してたので、誰と部屋一緒なのって言われたから、西条さんって人と同じだったよって言って、ななかちゃんのこと西条さんって呼んでた。漢字が多分読めてなかったんだろうね、西条さん、もがみのこと西条さんって呼んでた。それが一番これ残ってて、合宿の西条だと思うじゃん、一個も合ってないの。そう最上階とかで習ってたから西条かと思ってたの面白くない、もう今考えたらそれしかもう頭に残ってない。そうすごいね、たくさんお世話になった合宿中に。なんか合宿一日終わった後にすごい、もう一日で何時間ぐらいのレッスンをして、あのそうオーディションの課題曲もメイクノイズが一番もうやばかった。君好きもやったし、波音もやったんだよねオーディションで。でもうそのレッスンが終わった後で部屋でイエーイってなったんだけど、部屋行ってそうある程度休憩して、また部屋のみんなでチーム違うけど一緒に練習してたので、も一人だけもう疲れて眠たくて、もう一人だけソファーで寝ちゃったの。寝ちゃって疲れたんだよね。ソファーで寝てたら毛布かけてくれて、そう一人だけソファーで寝たんだよね。もうこんなにレッスンしたのも初めてぐらいってぐらい、もうすごいたくさんして本当に疲れて、だからなのかわかんないけど、もうその翌日の朝バイキングだったので、わーいって思って取りすぎて、なんか野菜嫌いなの、でも野菜取らないとなんか印象というか、野菜取らないといけないのかなと思って、野菜をねちゃんと取って、絶対食べれないのに取ったの。あんな手にお腹いっぱいになって
でもちゃんと書いてあったの、そこに田中ちゃんにもう残していいと思うよって言われたけど、なんか看板みたいなプレートにもうあれ残すのはやめてくださいって書いてあって、やばいって絶対残すの、案の定でも美味しかったグラタンとクロワッサンね、今でも好きだよ。もうそれしか覚えてない。ね、でもみんなからしたらクロワッサンちゃん、寒い。すごいいろんな思い出があるな。合宿ね、すごい。あとどんな覚えてたかな。そうずっとねチームが誰と一緒だったっけ、そうリチャキだ、リチャキとねずっと同じだった。なんか今でもそのあれが残ってるんだよね、あのお披露目準備期間の時に踊った HKT48 の曲、さあかとにの HKT48 がもうずっとリハビリ残ってんの。もうほんとにそう、前いつだっけ、いつか忘れたけど前コンサートでその曲やったの、 HKT48。そう、その時にハンちゃんだっけ、ハンちゃんが送ってきたの、ロキ生のみんなが入ってるロキ生ラインに。そう、それもう本当にもうちっちゃすぎた、もうあれは伝説、面白かった。そう、アイドルの王者もね、またやりたいなって思う。ロキ生じゃない。そう、ちなみにあの時は、どっちだったっけな、ナコさんポジだった気がする。ナコさんかミクさん。シンメがハンちゃんだったの。あ、どっち、え？だよね。確か、シンメが。シンメがハンちゃんで最後集まるの時あるじゃん。でん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 って、その時ハンちゃんと隣でそうずっと面白かった。前もやったよね、なんか覚えてる記憶が。いつだっけアイドルの王者、You know,
あ、そう、あれだ、まだまだ伸びるよチーム、あの、あれだ、チームヤングだ、若手コンサートの時だ。ああ、もう思い出だね。ずっとオーディションの時もレアちゃんとリサキと一緒にいたんだけど、その二人以外もう分かんなかった。どう、なんか今の7期生のあるちゃんビブス、ビブスがあるじゃん、あれはふりがなついてるんだけど、6期生のやつはついてなくって、みんなだから漢字が読めなくて難しいじゃん、レアちゃんも漢字が。でも同じチームだったから分かるんだけど、難しくて名前覚えようとしても覚えられなくて、今でも分からない子いる。みんなね、難しい、珍しいよね、珍しい子。レアちゃん以外はやめた。レアちゃんはそもそも同じチームだったか分かってるけど、もう西条さんが頭から離れなくって、もうずっと覚えてる。西条さん、西条さんはてなって人とも同じ部屋だよって言って、お母さんに面白かったな。伊原ハンドもふりがなないと夢だ。だからさ、伊原って言ってもそんな出てこないのあんまり。だから井ノ原って言っていつもハッシュタグとかそっちの方が出てくるの前らへんに。あ、でも伊原でも出てきた。だから井ノ原ハンナって調べてた。ハンナは振りがないと最初ではね、あんまり呼べない。でもハンちゃんとあんまりね関わってなかった、オーディション中は。一番強いのは覚えるんだよね、それで誰が見ても分かると思う。だってユイサイとか読む人いないよね、ユイナ、ムスナイ。だからいつも結ぶのをムスに、野菜のサイ。ロキセ名前ココ多く、確かにココ多いよね。ココペ、
ココハココハココロアユココハココハ三人か。ヒロメメ、そうヒロもね読めなかった。三ココ面白い三ココ。ひなたんとひのちゃん、ひな、あんまり、ああそう、なんか合宿中の思い出もう一つあって、そう最後の文字に名がつく人がすごい印象に残ってて、二文字のね、だからゆいなとかはんなとかじゃなくてひなたんとか二文字だ。でいくのちゃんもりなだし、しぶいちゃんもみんなです。な、な、なグループがすごい印象に残ってた。な、そう、ゆう、ゆうなんとかなさんも結構覚えてた。そのみんながすごい元気で、合宿終わった後の追加オーディションの時もずっと一緒にいたのがなあ多すぎだよね。もういいよね。そう元気なイメージがあった。 Y さんね、 YY 兄弟だね。 Y元気です。そう元気だよ、めっちゃ面白かった。相変わらずなは野菜のサイトね、ベストもあるけど見事に全員違うの。なが見事にね全員違うんだよね。みんなあの奈良の名をの人が多いからさ、奈がいない、野菜の菜がいない。あの人お風呂長いって、なんかすごいゆっくりしてるんだよねお風呂。そうエレナさんもねななんだよね、あの野菜のさん。そうあと誰がいたっけ、なあ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 、そうひろなさんもねなだし、もしかしたらそうだから毎回ねリンカの家とかでその3人とかそのハンちゃんとか入れて4人とか、あとココッペとかも入れてお泊まりした時はその5人でねリンカとハンちゃんとコッペとあの人と5人でお泊まりした時はすごい毎回ね遅すぎて、ゆいなもしかして寝てるよってお風呂の外から聞こえてくる時があるんだよね。
寝てないよ、ただゆっくり使ってるだけなの。毎回ね先に入る人がいなくってじゃんけんで決めてて、そう毎回最後か最後くらいだから、そうまたね5人で寝泊まりしたいなってずっと思ってる。じゃあ断じめをしたいと思います。5時アップなので何位から言うんでしたっけ、 13?13 か、おーすごいでかいのがあんのていいサイズあんのていい最上さんありがとうございます。クマすごいありがとうございます。ちょっと時間がないのでパパッとやりたいと思います。13位ワクさん、12位ナミさん、11位杉太郎さん、10位リョーダさん、9位ミノルさん、8位フランさん、7位ツトちゃん、6位ヒロタンさん、5位ショウちゃん、4位ダルマインコさんありがとうございます。イエイ。して第3位はぐる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 とかんショウタンさんです、ありがとうございます。イエイ。して第2位はぐる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 とかんアスカさんです、ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 とかんあんのていさいじょうさんです、ありがとうございます。たくさんね読めなかったんですけど全部リストもありがとうございました。またいつか寝ると思うので配信すごいね15分だけやろうと思ったら長くなっちゃったんですけど、また来てくださると嬉しいです。それでは次はサマステで、多分サマステでお会いしましょう。来てください。サマステじゃない、オーガスタでお会いしましょう。じゃあオーガスタ、オーガスタでお会いしましょう。6945人の方ありがとうございました。それでは5、4、3、2、1バイバーイサマステじゃないオーガスタです、バイバーイ。